言語学における中和とは、二つ以上の対立項が、一定の環境で対立をなさなくなるという現象を、指す、言語学の用語である。例えば音韻論における例として、朝鮮語の音節末疎外音の中和が挙げられる。朝鮮語の疎外音は、音節諸島の位置において、無機対有期、正門化対非正門化で対立し、さらに歯茎音では、摩擦音、破擦音、 破裂音が対立する。しかしこれらの対立は音節末の位置では失われ、向かい方の t として実現する。このような音韻論の中和において現れる音の扱いには2つの方法が考えられている。1つは新たに原音素という音素を設定する方法である。もう1つは対立項の中から無表のものを選ぶ方法である。前者については、 音素の数を増やすという問題があり、特に音素を構成する弁別組成を考えると、中和においては一つ以上の弁別組成が現れていないと考えられるため、後者が望ましいとされている。なお、中和は、携帯論、統合論でも見られる現象であるが、音韻論で最もよく取り上げられる。ありがとうございます。